遠慮しなくて大丈夫ですよ。はい。かわいい。
知ってる。優しい。知ってる。お姉ちゃんも可愛いよ、僕の次に。ごめんね、次で。はい。次ということは、2番目じゃない？ね、よかった。ね。え、何が？はい。すいません、今辛い人、この後ずっと辛い。大丈夫？ずっとこんな感じやけど、はい。知ってる。知ってますよ。はい。今みんなペットボトルになりたいと思ったでしょ。なりたい。わかる。ごめんね、ペットボトルになられへんから最後投げるとみんなで奪い合ってください。そこ拍手じゃないかな、すいません。ということで簡単に自己紹介で、皆さん知ってると思うんですけど、国民的アイドルなんですよ。知ってる、知ってる。見えないかもしれないで、19歳なんですよ。見えないですか？見えます。そう、もっと若く見える。普通17歳ぐらいに見られるんですけど、19歳に見られました？見えた。あ、残念。はい、お姉さん、ちょっとお姉さん20歳ぐらいかな。そう。あ、もうみんなすごい眼力すぐ遠いから。はい。かわいい。よ、あ、知ってる。お姉さんかわいい。客席暗いからほとんど見えないんですけどね。ということで、今日はですね、もう、まあ、平成になってから、平成じゃ令和になってからもう今が笑うとこやって大丈夫？ぼやぼやしないでくださいね。はい。今が笑うとこだったんですけども、それで平成から令和になりまして、ということで、じゃあ平成の曲を今日は歌おうということで、今は松田聖子さんのあなたに会いたくてです、だったんですけど、まあ、平成というのは私は19歳なんで19年しか生きてなくて、あんまりよくわかんないんですけど、昭和の曲だったらすごい前世の記憶がすごいたっぷりあるんで、平成の曲がピンとくるので、昭和って言われたらなんかある程度知ってるし、歌ったことなくてもなんか歌える感じがするんですけど、平成の曲ってこの曲知ってるけど歌えない、歌ったことないし歌えないという曲がたくさんありまして、まだその中でも今日はちょっといろいろ選んできました。で、次が さっきごめんね、さっきのはエアピアノだったんで全然失敗なかったんですけど、知ってる、知ってる、ずっと気づいてた、知ってる。気づいてない人もおってん。ちなみに私ほら言葉で分かるように、私パリ出身なんですけど、パリなまりがちょっと激しくて、はい、次行った方がいいですかね。はい、そうですね。ということで平成の曲を選んできまして、エアーじゃなくて本当に弾くのもこれちょっと、やっぱり後悔してるんですけど、やっぱり全部全曲エアーにしてたらよかったと思いながら、ちょっと頑張ってみたいと思います。じゃあ次は愛のままでお送りします。Thank you.
ピンクだったんですけど、私がもう私19歳なんで、もう思った瞬間、あ、CCB みたいですねってよく言われるでしょうって言われたことないって。皆さん CCB ご存知ですか？知ってる。知ってる。昭和、ほら前世の記憶がいっぱいあるから。ということで本当に弾くのはもうこのボリューム下げても電源切っていいですか？あとはエアーなんで、あとは楽ちんなんで、はい。今すいません、そこで笑うとこだったんですけど、なんかちょっと待ってください、皆さん辛いでしょ、私も辛いんですよそこその辺ちょっと許してください、はい、私もかなりちょっと辛いんですよ。ということで次の曲なんですけども、また平成の曲でして、中島みゆきさんの曲を歌おうと思いまして、ピアノで多分こうやってほらすごいピアノだな皆さんすごい有名に最近になった糸という曲をご存知ですか？糸は実はカップリングでして、カップリング、まあその時代は CD なんで、まあ、平成なんで2曲目に入ってた、実はいわゆる A 面ではなかったんですよね。ダブル両 A 面で2曲目、その1曲目に入っている A 面と言われるその時の曲、命の別名という曲を、なんか興味ないんで聞きましょうかね。はい、では命の別名です。
あのビタミン A が足りてないみたいで、あの若い時はそうでもなかったんですけど、19歳にもなるとね、すごいあのライトつけてもらってるんですけど、全然本当に見えなくて、可愛い鳥目、可愛くないか鳥目、可愛い。今ちょっと気づいたんですけど、あの見た目、顔だけじゃなくて鳥目も可愛い。これ今闇営業かなんかですかね。大丈夫。あ、すみません、仕込んできたんです。はい、よかった。一人だけですか笑ってるの。みんなあの表現。あ、すみません。じゃあ次の曲、はい、輝く唇です。抱き合うのさえも時に臆病になるわ。そう、街は大きな声囲めみんな止めないの。
みたいで申し訳ないです。喜んでください。最後の曲です。え、じゃあもうあと3時間ぐらいする？はい。ため息。あ、またペットボトルになりたいと思ってる。はい。知ってる。見たらわかる。で次のライブなんですけども、次のライブはまた8月11日にこちらでやらせていただきます。それしか決まってないんですけど、ちょっと普段バンドでやってて、8月はバンドでやる言いながらドタキャンしたんで、私仕方なくまた一人で、もう辛いんですよ、もう弾き語りとか。バンド一応ね、バンドはこうピアノ弾きながらやってるんですけど、バンドってこう失敗してもなんか、ああ間違ったとも、なんか弾かなくてもなんか進んでいくんですよね。すごいなんかバンド、あ、バンドって楽だなと思って。なんで、あ、そう。そうなんですよ。休憩できるんですよね。そうなんですよ。だから、バンドで出たかったんですけど、なぜかちょっとメンバーが急にやるというじゃない、あ、すみません、それちょっと嫁の親戚の法事が入ってましたとか言われて、あれとか思ったんですけど。この平成の曲を最後に、平成の大ヒット曲ですね。では「千の風になって」。Oh,
い、ありがとうございました。中岡さん。え、アンコール？